a ドック AT-3、自強松山基地で展示される、中華民国空軍局技飛行イサンダータイガース機 AT-3 は、中華民国の航空工業開発センターが開発した練習機。台湾空軍で使用されている。中国語での愛称は、自強台湾において開発された初のジェット機である。1970年代中盤に入り、 台湾空軍ではそれまで使用していた T-33 の老朽化に伴い、後継機を求めるようになった。台湾の航空工業開発センターは、アメリカ合衆国のノースロップの協力を得て、後継練習機を開発することとした。1975年に開発契約が結ばれ、初号機は1980年9月16日に初飛行している。 1982年には量産が始まった。低空で極技飛行を行う AT-3 機体はターボファンエンジン総発の低翼配置という青速のジェット練習機としてはオーソドックスな設定である。主翼はスーパークリティカル型のほぼ直線翼で後体角は7度しかない。エンジンは胴体側面に装備され、ノーズルは胴体後部側面に位置する。 戦闘機パイロットの要請を目的として開発されたためタンデム複座であり視界は良い。また練習機としては十分な出力及び運動性を有しており、無改造で極技飛行も可能。当初から攻撃機型への転用が想定され、実際に対地、対艦攻撃機として運用されているが、エンジン出力の都合で武装を搭載すると、運動性や航続距離に影響が出る。 舞台配備は1984年から開始され、1990年までに60機が生産された。1980年代後半に、ン座の軽攻撃機型の検討も行われ、AT-3 の2機が、ソ -3 に改造された。後に一部の AT-3 も改装を受け、軽攻撃機としてのアビオニクスを装備した AT、AT-3B に改装されている。 AT-3 は、岡山基地の空軍軍艦学校にて、T-34C による初等訓練を終え、戦闘機上院要請過程に進んだ訓練生が使用する中間高等練習機である。同校共艦パイロットによる極技飛行隊、雷虎特技賞そのために一部が極技飛行仕様に改造された。 2012年2月3日2機が台湾南部の兵飛東県試験で空中衝突。うち1機が墜落し、パイロット2名が負傷した。空軍軍艦学校に展示される素マイナス3、防衛装備品の見本紙に展示される AT-3MAX の模型 AT-3 の要目。ありがとうございます。